第84ギバティ旅団は、南部方面軍第162機構師団に所属する、イスラエル国防軍不評下の旅団である。国防軍の中では、海兵隊として機能し、水陸両用作戦及び、偵察作戦を行う。ギバティ旅団の名称を持つ、最初の部隊は、イスラエル独立以前の1947年11月に、ユダヤ人武装組織ハガナーの野戦下に設置された4つの、 地域旅団のうち、テルアビブ周辺及び南部地域を担当する旅団として編成された。編成時の旅団長は、ドイツ出身ユダヤ人で、ハガナーの精鋭戦闘部隊、パルマッハのドイツ人小隊の指揮官を務めていたシモン・アビダンであった。ギバティは、パルマッハ時代のシモン・アビダンの暗号名であった。1 9 4八年二月の部隊再編時に、テルアビブ地域担当として、 キルヤティ旅団がギバティ旅団から分割される形で新編され、ギバティ旅団は南部担当となり、同時に第五旅団の名称を与えられた。このため、ギバティ旅団は第一次中東戦争において初期には主に中央地区での戦闘に参加し、キルヤティ旅団分割後は主に南部地区での戦場で活躍した。この戦争中、第五ギバティ旅団には第十一大隊、 第52大隊、第53大隊、第54大隊、第55大隊の5つの大隊があり、さらにキルヤ・ティリョ団の兵士により一時的に編成された第56大隊、元イル軍構成員で編成された第57大隊も編成された。1956年に第5際ティリョ団は予備役扱いとなり、第51ハボキム・ハリション大隊は、 1> 第1ゴラニ旅団の指揮下へ移動した。この後、残った第5疑は T 旅団の組織及び人員、資産は再編されて、第17旅団と解消された後、第3次中東戦争の頃に再度解消され、第5、シャロン旅団となった。この旅団は、現在も、中央軍第340移動予備役、機構師団指揮下の予備役不評旅団として、口述する、現。 第84ギバティ旅団とは全く別の組織として存続している。ありがとうございます。